天まだ暮らし、天かす大海の神の一帯を除いて、なおえ大和の神の第二打隊を先頭に、全軍は渡り切った。馬も人も濡れ光っていた。し、馬をいななかすな。馬の口輪でも外したか、歓喜を立てた一頭が耳たてがみを打ち振って高く鳴いた。慌ててそれを叱りながら、組の武将は飛びついて馬の首を懐へ抱きしめた。泣くな、故障だから。馬へ頼まないばかりになだめる。まさにこれからの前進は一歩一歩に密かを要した。ちらちらと兵の腰から赤くこぼれる光は火縄の火だった。極力敵に悟られまいためにはそれを必したいところだが、敵はすでにすぐ鼻先にぶつかるかもしれないのである。敵を見てから火縄を転じたのでは間に合わない。左に北国街道らしき並木、行く手に西川の水音、また丹波島の木立らしい影。何しろ霧は深し、夜は明けぬ闇なので確たる目標はつかめないが、先方の柿崎泉守が方向を探り探り進むのについて、全軍およそ12,000余の兵と馬と車とはあらゆる物音を潜めながら、やがて川中島を踏みしめ、北進北進して西川の際までそのまま行軍した。ゆうべ西女山を陣払いするにあたって、にわかに総軍越後へ帰国と聞かされ、そうとばかり信じていた大部分の士卒は、ここへ来るまでもちろん西川をなお北へ渡って善光寺方面へ行くものという考えを少しも疑っていなかったが、先頭の第二打、また先方柿崎泉の隊、二陣本庄隊、三陣村上隊、また柴田隊、長尾隊、続いて中軍の謙信以下の旗本軍まで、西川の水を前に尻へ押しに足並みを止めてしまった。群がり合う馬と馬、兵と兵との間からポンポンとひらめく川水は前方に見えるが、柿崎隊の大かぶらのバレンや中軍の中野丸騎、毘沙門騎のいたずらに収集と嘘吹くばかりで、いつまでたっても馬進まず兵は足らず、ただ後から後からと来る兵馬がここに万余の影を重ねて、見る間に真っ黒な大集団を霧の中に太らせてくるばかりだった。渡り出したか先方は。まだだ、まだらしい。どうしたのか一体。わからん。何か中軍の御主君を囲んで諸大将が寄っている。立ち表情か。後方の足軽組などの間にそんなささやきがややざわめきかけたかと思うと、たちまち謙信の声とその姿とが全軍の上へ向かって、小二田、大二田を除き先方隊より順次西川を左に見て、東八幡原の方へ向かってゆるゆる迂回前進せい、という大号令が聞こえた。馬のわらじはまた石ころを蹴り出した。急角度に並列は右へ右へと回り出した。そして今度はそれまでの渋滞一列を歩みつつ回りつつ変更して、各部署の指揮のもとに参考師団という陣形にはっきり備えを正し始めた。時に時刻は虎午前4時か宇野国午前6時には間のある頃、もちろん天はまだ暗い。その暗いのと霧のために、この時まだ越後甲州両軍とも気づかなかったが、すぐ前方の八幡原にはすでに武田の大軍人を指揮信玄の外衛と定めた八幡神社の周囲には、盛んに壕を掘り土塁を築きなどし始めていた自分であった。その相互の距離はもちろん後になってから分かったことではあるが、両軍の先方と先方わずか10丁ほどしか隔たっていなかったのである。
玄弥。おや、なんであろう。鶴名は枕から表をもたげた。病んでから20日余り、寝床のうちにこもりきりだったせいか、旅明けに小麦色していた頬も首も抜けるほど白くなっている。おお、馬のいななき、あの人声、ただごとではない。耳をすましていたが、やがてぎょっとしたように、どこかしら痛むらしい体を無理に寝床の上に起こして、神主様、神主様と次の部屋へ呼び立てた。ここは八幡原の真っただ中、どむれの木立に囲まれている一軒家だった。家のそばには倉庫とした鳥居がある。そして日頃は老いたるネギと家族が住んでいた。20日ほど前の黄昏、鶴名は千曲川の岸で玉に当たって倒れ、居合わせた馬猟狩りの人々に担われて、ここの鮭まで救われきたのであった。それからずっと彼女は親切な老ネギの世話になって傷口の養生をしていたが、鉛玉の取り方が素人領事であったせいか、左の足の甲からくるぶしがひどく腫れ上がり、今もって十歩と歩くこともできないのだった。神主様、お内儀様。返事がない。彼女は張った。そしてなお次の間へ叫んだ。いよいよ戦です。すぐこの近くで戦われそうです。早く今のうちにお子様をどこかへ移さないとおけがをしますよ。流れ玉やそれやがこちらへも飛んできましょう。お内儀様、お目覚めですか。足が痛む。立とうとするが立てない。這い寄って襖を開けた。そしてまたもう一間を張っていった。返事のないはず。老ネギも娘もその子供もどこへ行ったか、寝部屋はもぬけの殻になっている。彼女はちょっと呆然としたが、また帰って安心もした様子だった。いち早く娘はこう言い、娘の夫は老ネギを助けてどこかへ避難したに違いないと察したからである。ここへ陣したのは皇軍であろうか、越後勢か。彼女自身はこの一軒家にただ一人取り残されたことを察して悲しむ風もなければ、寂しむ表も見えなかった。外の杉木立ちはごうごうと空に吠え、落ち葉の声が霧をまく。風がこの家を駆け巡る物音の中には明らかに兵の足音も混じっていた。ここの家族たちが逃げ出す時、開け放していったのだろう。縁の雨戸も覗かれ、台所の戸は倒れていた。その暗い水がめのあるあたりに、ぬっと巨大な人影が動いた。そしてガタガタと音をさせていたかと思うと、そこから手桶を探し出して、すぐ裏の井戸のそばへ寄っていったものがある。ざっと鶴瓶を開けて、手桶へ水を汲み入れていた。その巨大に見える鎧武者の影である。あ、お父上、お父上ではございませんか。鶴名は絶叫した。鶴瓶の竿を握ったまま、鉢金の兜、薄金の綿棒にほとんど目と鼻だけしか表していない武者の顔は屋内を振り向いて、ややしばらく鶴名の影を凝視していた。鎧得る親、武者はおしかつんぼのように何の反応も表さない。鶴瓶を離した。その手に水桶を下げた。もう黙念と先へ歩いてゆく。もし、彼女は縁を駆け下りた、というよりも転げ落ちた。途端に足の腫れも痛みも彼女になかった。水桶を下げて杉木立の小道を彼方へ行く武者に追いすがって、お父上様ではございませんか。あなた様は甲州のお旗本、はじかのデーモン様でございましょうが。違う。いいえ、違いません。違う違う。でも鎧の胸当てにある御紋は、はじかの家の滝明賀の御紋です。滝明賀は竹にもある。ないと覚えておりまする。甲府の家を離れてもまだ 4,5 年の年月しか経ちません。家の御紋を忘れてどうしましょう。
何者だそちは。鶴名でございまする。父上様、そのお眼差しやお声だけでも実の子にはわかります。なぜ鶴名かとおっしゃってはくださいませんか。知らぬ。むごい仰せです。まだ年も十四の頃、お父上に伴われ善光寺に申出た途中、にわかに厳しいお言いつけを受け、甲州の御為じゃ、主君への忠義じゃ、難事を捨てる一期へ拾われていけと、私のみは世話人の手にかかり、春日山のお旗本黒川大隅様の家へ奉公にやられました。そうしてお別れ申す時、お父上からこんこん申しつけられた通りを守って、上杉家の出来事、お城下の動き、御家中の取り沙汰など、絶えずこと細やかにお文を持って甲府へ密報しておりました。それなのに。どこかで筒音がした。ごわんと音波は広い脳を縫い、霧をゆすり、ここの木立までを貫いてくる。話せ、ここをどこと思う。伝右衛門は足を上げた。鶴名の背へ桶の水がかかった。我が娘よりはその水の方がはるかに大切であるかのごとく、恥かの伝右衛門は見向きもせず杉のこの間を駆け去った。